じゃあ本体は何やどこにあるんだと言ったら、これがですね、一つは、まあ議員や職員、まあ市長たちの欲ですね、やりたいように、まあ、懐に金が入るように、まあ、それと、もう一つはもっと大きいのが国です。国といっても官僚組織、官僚、地方自治法というのがありますけれども、それ細かくいろいろ公示でさえ書いてあるわけですよ。こんだけやれば自治できないぞという内容になってます。実際自治をさせないための自治法があって、そして、こうしたら金を補助金もらえないだなんだという、そういうふうにこう誘導していくんですよ。だから日本中が同じようにふざけた議会を持つ、ね、住民の願いを無視する形の自治体になっている。昔戦前の内務省といいますかね、そういうところが主導した社会と全く変わらない。見かけ以上、名前は民主主義です。実態は、民主主義というような偽物ですね。それがこの運動現実です。学校で教える議論して、何か決めてます、嘘です。談合してどっかで決めてます。まあ、それが現実で、まあ、まあ元に戻りますけども、そういうことで、私がまあ議会がどうにもなんないから、もう不信任、実質その議員が私に対して不信任だと言いましたから、不信任だけど不信任決議案には反対。あ、不信任なんだ。不信任という、信任が前提なんですね、議会と市長との関係は。あ、不信任だったら成立していないから議会はないものとみなす、ないものしか成立してないもの。その場合は専決というのができる。2通りあって、1つは議会を開くいとまがない場合、ね、それがもう1つは、議会が機能してない場合、その議会を開くいとまがない、その、まあ、ない場合には、次の議会で報告してしなきゃいけない。報告しても、報告して議会がそれはダメだって言ってもですね、有効性は変わらない。結構大きな力があります、権力は。もう1つの議会が機能してなかった場合、これの方は、議会が承認しなければ、しなかった場合にはその無効になるということになってます。まあどっちでもいいんですけども、開けなきゃいいわけです で今は彼らは今度はこの対抗策として臨時議会を開けて請求するわけですね。請求したその請求があったら、何十日、50日だったかな、何日以内に開かなきゃいけないって書いてあるんですよ。でそれを開かなかった場合にはどうするかっていうのはないんですよ。ない。あ、そう、これいいなって。これ。そしたら、ね、私が決めた条例なんかは、どんなのを決めたかっていうと、あ、一つですね、いつもその市長っていうのは職員 の作った神輿に乗っかるしかないという状況はあるんですけど、どうも。なかなか職員を持ち上げないから。でも、私気に入らんので、どうにか市長だから、市長が決めた条例やら何やら規則やら作るのは当たり前でしょ。しない方法、しないように、しにくいようにしている規則がありました。それ文書規則ってやつなんですね。職員が作ってきて、最後に市長が判子を押すんだよと、そういう規則なんです。で、私はその規則を、規則っていうのは、市長が勝手に決めるやつですから、それを待つ。そこのところを市長が、先に市長が自分で書いても有効なんだよという文書にしちゃったんです。もう一つは、それでも抵抗する職員がおる、それに対しては処分できるんです、ね、民間の会社だったら当たり前なんですよね。命令に従わなきゃ当たり前。だから懲罰委員会というのは今まで職員だけでやってた、課長連中だけで、それを全部入れ替えて、私の考えに従う懲罰委員です。文書規則を変え、で懲罰委員を変え、命令に従わなければ再度命令を出して、降格もさせると。前はですね、降格させても、今もそうだと思いますけど、降格しても給料変わらないという決まりになってますよ。多分君もそうでしょう、はい、今度アクネシではそこのところ降格したら給料も下がるようにします。多分来週中になるんじゃないかなと、そこまでしとくと降格されるのが怖くなると。で、命令に従わなければいかん、
従わなくても決まりが決まっていく。だって初めて、市長らしい仕事ができる。そこまで今までだからどこも市長らしい仕事ができる人でいないわけですよね。あの民間の感覚でいう、うん、民間の感覚で言ってその社長がダメならあの会社ダメになりますので。ところがあの行政の場合に限っては市長がダメでも関係ないという、なんとかやっていってしまうと、何逆を言えば市長誰にしても一緒ということになって、それが長年日本中続いてきた。でそれを私が変えた。で、もう本当に形としてはやりたい放題、やりたい放題って別に私がその自分のためにやるんじゃなくて当たり前のことをやるということですよね。どんなことをしたかというと、まあ、給料はものすごくあの民間と格差があります。あの箱根市民は2、300万ですよ、大体あの給料所得が、うん、で、職員になるともう、ピークが800万超えるのかな。そして過半数が700万以上、うん、もうすごい違う。これをどうにかしなきゃいけない。とりあえずボーナスの半額カット、ね、年間ボーナスだけで200万万ですよ。びっくり、今は全然変わらないですよ。キリもそうですよ、思ったらどうしようか。それを、半額にしましょう。まあ私市長自身ののも当然、市長も議員ののもまず半額、ね、それを決めるのにですね、相談してもしょうがないわけですよ。で、組合と話しなきゃいけないというふうに決まりはなってるんだけども、でも公開でまでやりましょうと、までも以前その職員の給料カットなんか含めて何かするときには条件を決めるときには話しなきゃいけないってなってるんだけども、あしましょう公開でってやるとですね、絶対出てこない。あそうですかっていうことで、そしたらもう決めていいわけですね。市長が決めたらですね、組合は抵抗力はないんですよ。最初それをして見せたのは実は鹿児島県知事でした。給料カットをするときに組合と交渉した、時間切れで、結局決めた考えた通りになる、できちゃう。だそれを適用して、ボーナスカットをまあ発表するとしたときにはもういきなりあれですよ。月曜日の課長会、毎週やるんですけど、すいませんでした、ボーナスは半額になりました。本当にごめんなさい。それだけできるんですね。でもう自治労県本部の方ではもうどうにもならず、この市長を変えん限りこの状況は変わらない。まあ、懲戒免職の件もありますけどね、まあ、なんやかんや含めて訴えられたりもしてますけども、とにかくできてしまう。そうするとですね、大体1億6000万ぐらいいたんですね。1億6000万、2万4000ぐらいの市で1億6000万とりあえず置いて、もう一つ、銀を日当制にしたい。そのなきゃ銀たちをそれも一等生にしました。で、山釣り町ですね、福島県か山釣り町は一等生に何年か前にやってましたけど、もう自分たちはこの、財政が苦しいからではないし、このお金が市民のために使われることを喜ぶ、こう激文まで出して、もう感動的ですよ。もう山釣り町の議員さんたちはもう立派で、そこは3万円ですよね、出た時の立派じゃない。アクネは1万円にしました。これどうにもできないです。それはボーナスを半分にされたすぐ後にもう一等制にされちゃった。でも4人の議員はですね、私竹原派の4人の議員というのは最初からそうしなきゃいけないということです。で出た人たちですから、私たちはそれを支持しますというのを書いて今ビラを配ってもらってますが、それで竹原市長に対してリコール運動も彼らが焚き付けてやってます。今選挙でしたっけ、この選挙終わったらその運動が本格的に始まる。